方が楽と思うけどね。何の方が、うん、ご飯と一緒に食べた方がうめえと思うけど。うちのさっきの食べ方は味の節約です。味の節約ほう変わった言い方だね。これマグロのたたきって聞いたけあるよ。マグロのたたき興味ない。マグロいらない。マグロフライ。あ、なんかこれうまいかな。タラマヨ食べてみる。山かけって、あ、これがうまそう。ありがとうございました。あ、なんかつゆちゃん、マグロだけちょっと1個だけ食べる。パパ1個食べるけど、つゆちゃんどうする？1個だけ食べてみる、マグロ。食べとけ。食べないか。意外だね。好きだったんだけど、どんな味だったの？忘れちゃった。なに、エビ食べる人。あ、つゆちゃんはエビ食べる？これこれ生の食べない。食べない。リジはエビ1個食べる。リジ食べる。じゃあちょっと1個だけ注文してエビ。いいだろう。もっと中にありがとうを言え。ありがとう言った。もううまそうだね、しおりちゃん。うまそうに食うね。ジュリーも昔こんな感じだったよ。クリストリーもこんな感じだった昔。ほいエビいるって言ったよ。あ、これ買うの。これさ、これトロロ、わかんないかな。トロロとね、これうまいんだよ。もうしゆちゃんこれでお腹いっぱいでしょ。うん、まだ。もうデザートいいの。うんうん、みなさん食べて。ダメです。ちゃった。ダメです。